1924年12月7日のドイツ国会選挙は1924年12月7日に行われたドイツの国会の選挙である。ビルヘルム・マルクス内閣が右にも左にも政権与党を広げることができなかった結果、政権運営に行き詰まり国会勢力構成の変化を期待して行った解散総選挙である。しかし結果としては 国会勢力構成に大きな変化はなかった。結局1925年1月に国家人民党を与党に加えたハインスルター内閣が発足することになる。1924年5月4日の国会選挙は強行保守野党国家人民党が大躍進し、また極右や極左が躍進するというビルヘルム・マルクス内閣を不安定化させる結果に終わった。 この勝利に気を良くした国家人民党はマルクス内閣に退陣を要求し自身が政権を担う意欲を示した。これに対してマルクス内閣は要求通り5月26日に総辞職した。政権与党のうち人民党は国家人民党を政権に加えた新内閣を創設すべきと主張したが国家人民党は選挙戦中に ドーズ案を激しく攻撃していたため、その態度を変えない限り政府に加えるのは現実的ではなかった。結局6月2日には、第一次内閣とほとんど同じ顔ぶれの第二次、マルクス内閣が成立した。その後、ドーズ案関連法案が国会に提出されたが、その法案の一つが憲法改正に相当するとされて3分の2の賛成が必要になり、 国家人民党の協力が不可欠となった。8月27日、フリードリヒエーベルト大統領は、もし、同ーズ案関連法案が否決された場合は国会を解散すると宣伝し、解散を恐れた。国家人民党の投票が分裂した結果、同ーズ案関連法案は可決された。マルクス首相は、同ーズ案関連法案採決に際して、もし国家人民党が、 同図案関連法案に賛成してくれたなら、国家人民党を政府に迎え入れることを同等に約束していた。結果は分裂投票という微妙な結果だったものの、人民党は国家人民党の入閣を強く押すようになり、逆に民主党はそれに反対し、政権与党内の意見が分裂した。この政府改造議論は長引き、9月から10月にかけて、 ほぼ2ヶ月にわたって続けられた。その感謝民党との連立交渉も進められたが、やはり格闘官の合意が得られなかった。結局10月20日の閣議で、マルクス首相は、政権改造議論をこれ以上続けても見込みなしと、判断し、国会解散を決定した。内閣の要請を受けて、エーベルト大統領は国会を解散。 総選挙の日程は12月7日に定められた。12月7日の投開票の結果、1920年の総選挙で議席を大きく減らしていた、社民党がやや党勢を回復させて131議席を獲得。国家人民党も前回より得票と議席を若干増やして103議席を獲得した。中道3党もわずかながら、 得票や議席を増加させた。しかし、中道三党だけでは、政権が作れない構図は同じで、従って、右か左のどちらかを政権に加える必要がある。状況は変わっておらず、明確な議会の変動はなかったと言える。一方で極右と極左の得票が大きく減少し、共産党と国家社会主義自由運動が議席を大きく減らした。 原則に固執して、常に政府反対に回る勢力の議席が減ったわけだから、若干ながら組閣が容易になった結果ではあった。マルクス内閣は12月15日に連立交渉に、サジを投げて、総辞職したが、エーベルトから組閣を命じられた、財商、ハンスルターは、右に政権を広げることを選択し、1925年1月15日に、国家人民党、 人民党、中央党、バイエルン人民党を与党とする、ルター内閣を創設することになった。各選挙区の最多得票政党と、その得票率、ありがとうございます。